私が最近ハマってることを言います。私が最近ハマってるのは某チューブでショールームの切り抜きを見ることです。なんかハマっちゃった。あのマサルさんが面白いです。見ちゃうよね。ちょっとそう、17期生さんの切り抜きの本編配信を見に行ってるの。見に行ってるっていうか、なんか切り抜き見てたら友達みたいな感覚になってしまって、勝手になんかマサルさん、マサルさんって呼んでるの、マサルさんと私多分気合うと思う。仲良くなれそう。もう勝手に私は一方的に切り抜きを見て友達だと思ってしまっている。話したいです、会わせてください。マサルさん、そう、マサイマユちゃん、そう、マユさん、マサルも切り抜き見てるよ。そう、マサルさんが切り抜きを見てるっていう切り抜きを見て面白い、知りました、マサル。ほんまにウケる。マサルとは切り抜き話で盛り上がる。いや、それももう見て本当に面白いなと思って見ております。マサルさん見ております。アピール、アピールタイム、よろしくお願いします。STU48 研究生の黒島優香です。よろしくお願いします。友達になれそうです。勝手に。48グループの 他のグループのメンバーともお友達になれるといいね。そう、友達いっぱい作りたいです。私は遊びたい。遊びたいです。マサイマユーさん、マサルさんと学年は一つ上だけど、くるくると同い年。え、同い年？え、待って、より友達になれそうなんだけど、やばい。勝手にもう友達だと思っちゃう。マサルさんってあの17期の、そう、妹さんとバトルしたり してらっしゃる。それも好きですね。妹さんとバトルしてるの